はい、どうもゆうです。はい、門倉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中日の二軍ピッチングコーチ就任、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。自分カープファンなんで、はい、中日から見たカープ、カープ、いやー、やっぱ手強いでしょ。不安要素伝え、まあやっぱね、丸がいなくなった、でもそこに長野が入りました。穴埋めはできるんじゃない。ドラゴンズもやっぱり広島を倒さないと優勝はできないと思うので、まあ与田監督もね、選手には自分が広島に入りました、レギュラー取れるかどうかっていうことをまず考えるっていう広島を軸に考える、うん、そうマジっすか。そこでレギュラー取れるのかどうかっていうところを考えて、じゃあ取れなかったら何をしなきゃいけないのかっていう話を監督が就任した時に言ったのよ。やっぱりそれぐらい広島はその脅威のチームだと思っているので、やっぱり手強い。カープファンからしたら今のはちょっと嬉しいな。いやいや、やっぱり広島を倒さないと勝てないというね、もう第一に上がってる。